お疲れチャンスラッです。今日はですね、こちらマザリクロイジャイやっていきたいと思います。ってことで、新環境なんだ、このゴブリンギャングがねめちゃめちゃ採用されてます。いろんなデッキのスケルトン部隊とか、まあ、縦線の枠がね全部ギャングになってきてるっていうので、まあ、ギャングめっちゃ多いわけなんですよ。なんで、まあ、ギャング使うのもそのうちの手なんですけども、ギャングを対策するのもね、一つ重要だと思いますので、っていうのでマザニクがね結構使われてきてますね。はい、僕の大好きなマザニクちゃんが今来てますんで、こちらマザニクロイやっていきます。で、このギャングの枠ももともとはなんだっけ、墓石か、墓石とかスケルトン部隊で使われてたって感じかな。で、このライトはまあライトでもいいんですけど、まあ5でもどっちでも大丈夫ですね。多いのは5かな。そう、5の方が多いんですけど、スケブとかボスキーの枠がギャングになったんで、言ったらヤリゴブリンが増えたんですよ。増えたというか対空の枠としてね。だからこのデッキには、まあ、ザッピーマズネクしか対空いなかったんですけど、このヤリが増えたことによってちょっと空が増えたので、まあ、ガゴムレとかコウモリにもまあやや戦えるよねっていうので、イカチー、ファイボじゃなくてねライトでもええやろっていう感じですね。まあ両方います。はい、わ、すげえ怖えよー。これエリポンのさ、ジャイネクルとかじゃないのかな。たまたまなんか出てこい。さあ、いやでも結構入るんだよなこれいや後ろが来るっすよこれ、えっぐいのが。さあ止められますかっていう話っすね。僕守りましょう、マジでヤザップなんで、ぶっちゃけザッピーは溶けちゃうっすね。うん、まあ、ザッピーは解けるけど、セパってしっかり引っ張れよ。スケキンのソウルコールをする余裕がない。ちょっとだけなら、いやー痛いけど痛いけどみたいなね、なんか限界みたいなのかな。スキン秒で解けちゃったんですけど、まあまあしゃあない、まあしゃあない気がする。さあこれエリポンにライト突き打つかどうかっすよね。さすがに打つべきか。打ってこれ1ハード取られるっすからね。さあ耐えれるかな、マジ耐えたいね。ダックプリやばいっすね。うん、低め低めで、ちょっと引っ張るか、早めにソウルを使っちゃう。よしよし、いや耐えてはいる耐えてはいるけど、この後がやばいかな。もう一回来るよな。あー、これは打たないですね。よし、いや警戒してんの優秀っすね。おいマッスル、危ねえ。ちょっとスタンプ一応ね。よしよし、いや耐えたっすね。いやマジでギリギリでしたね。いやーちょっとレイジ系はねしんどいっすね。やっぱ今の環境、まあこのデッキはこの人が多分ずっと使ってるだけなんですけど、やっぱエリゴレレイジもいるし、なんならギャング強化でギャングに強えやろっていうエレジェイとかも増えてるんですよね。そう、やっぱ高回転のね大砲とかが加砲されたのも多少影響あんのかな。多少はあると思うんですけど、やっぱ重量級がちょっと増えたイメージがありますね。まあ、いろんなギャングの高回転もいるんですけどね。なんかまあいろんなデッキはいる。幅広い。けどちょっと大型が
多いイメージがありますさ。とりあえずこれギャングもいいっすね。なんか墓石もこうとりあえず置いとけばいいって感じなんですけど、ギャングもなんかとりあえず端前出しとけば無視できないぐらいの火力が出るんで、よいしょ、いってらっしゃい6体。なんかギャングとか多分隅っこから出すといいみたいなあったと思うんです。端前さあ、タルババか。いやー、タルで待つの遅延スクラか、まあゴレかみたいな、そんな感じだと思うんすよね。まあさすがに動くですかね、このデッキだと。何なんだろうな。さあ、遅延スケラっぽいけど、うん、幅広すぎてちょっとわかんないですね。まあ、ゴレエレジャイも一応あるか。まあ遅延スケラか。さあ、遅延スケラはなんとあるマザネクがいますね。マザネクがいるしライトニングもあるんで、まあ、悪くはないが。さあ、ソウルコールの変な対決して、そして暇すぎロイジャイやっちゃいます。マスケル打たれたらマザネクでいいかな。よいしょ。さあ、まあ形組んでライトが理想。さあ、このアイズ、いやそうなるよな思ったんですよね。ちょっと墓石でも来ると美味しいけど、さあこれはどっちもじゃねえわ。左がめちゃんか入ってます。さあ、これはまあマザネクいるんで相手もねスケラを打ちたいけど打ちにくいみたいな。さあ470、さあライト削りもできます。なんならマザネク一発入れて、まあ、これおとなしく防衛ライトでいい。なんならこの豚が一発入ってさ、ライト圏内に入って、いや強っさ、まあさすがにこれは相性かな。まあ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 、マザネクあと持っとけば相手はきついんでね。さあ、こういうのもしっかり処理してライト圏内ではあるが、たまたま飛来心事故も避けたいので、オッケー。さあ、いいっすねこれ。たまライトだからこそ遅延スケラはちょっとね前よりも勝ちやすいと思いますね。また最後ギャングとかもねスケラ受けには強いんでね、ファイボでも全然いいっすね。まあでも俺はこのギャングの槍に結構信頼を置いてるんで、はい。ファイボだとね、やっぱガゴムレ系に対応できるんですけど、ファイボなかった時に終わっちゃったんですよね、今までだと。でもギャングの槍ゴブリンいるから。槍ゴブリンでね、やっぱ、ゴブリンをこう、生贄にしながらガゴムレ受けたりもできるんで。そう、対空枠3枚のライトもあるんで、結構なんか、より、万能になって気がすんな。まあ、墓石じゃない分、施設誘導がないんですけど、墓石じゃないけど、まあ言うてトリトンいるんで、トリトンってもう施設みたいなもんじゃないですか、言っちゃえば。なんかキング起動できるし、うん、ジャイロイ全部引っ張っちゃえばゴレも。さあ、よろしく。色鮮やかなんですよね、しかもこのデッキ緑青ピンク白って、かわいい。さあ、スケリガスケ、まあ高回転ですね。やめろ、いやー、相手のスケート優秀か。さあ、これディガロケっぽいっすね。なんかちょいちょいってか、なんかめっちゃいるな今ディガロケこれ。結露いい、ロケット打ってくるかな、序盤だし。
拾いたかった。あ、でこのテンプレはねファイボなんで、多分ファイボだと思ってます。さあこれファイボだったらもう負け確でしたね。ライトなので施設に対して強くなってますね。ユニットにはぼちぼちの分、施設には強いのでこれは勝ちたいですね。いやーこれ近畿できたな、この相手のディガーの位置。ザッピーちょっと入るのでかい。もう一発。よしよしよし。いや流れは結構いいっすね。しかも相手の同サイズじゃなく逆削れてるのもいいっすね。まあスケキンディギャングディガー受けでめっちゃ優秀なんですよね。まあウッド打たれるとあれなんですけど。さあ地味ウザスケキン打ってくるかな。うわあ、ダリ。まんまと、まんまとなんか騙された。熱いな。あれ？相手なんかやってる。やってるやついますね、これ。まさかの。こっちも行っちゃうみたいな。まさかの左の方が入るみたいな。さあいいね、ちょっと調子乗りましたねお相手さん。いやーギャング強えこれ。さあでここは落ち着いて結露してディガーほぼ角で拾えるっすね。まあ攻めウッドの感じかな。さあなんかスケが垂れ流れてきた。さあここは一旦相手は防衛したい構えっすね。さあきついよ相手。マザネクもめっちゃ刺さってるっすからね。うっやばい。ああさあブータンも刺さってる。おトリトンがマジやばいやばいやばい、ボコボコにできるぞこれマジ。さあウッドでさばきながらの、これ相手めちゃくちゃ苦しいロケですもん。さあでも私は無理せず豚育成よと一発。このライトあと2周なんだ。打っちゃうっすね。であと守るだけですね。まあさすがにこれワンパン持っていかれるのはもうないでしょ。諦めたでしょ相手も。さあスーパーディガロケ来ても2700は落ちないので、さあ県内、いやめっちゃいい。あとライトニングがこの施設に対して超良かったのと、まあ、ギャングもディガー拾うのにめっちゃ良かったですね。いやさてはまず時代つかめるっすよこの場合。さあ全部のカードがめっちゃいい感じに味出してるな。スケキンマザネクお、もう一回ディガー？おーっとさ、ボンバーとスケか、エレジャイっぽいな。さ、エレジャイでしょう、こんなのは。まあ、ザッピーとトリトンで頑張りたいっすね。墓石じゃない分、エレジャイにだけちょっと弱くなったかなぐらい。まあでも全然戦えると思うんすけどね。ね、まあキング起動、まあ墓石が欲しくなるぐらい。取るね。おお。めちゃくちゃ低めで受けてくるっすね。
いやまあこれはめっちゃいい LJ だな。1周目の LJ でザッピーとか使わして端前か。いやこの LJ の立ち回りちょっと新しいというかしてやられてますね今んとこ。コンスケはよくわかんないけど、さあ来たっすね。これも一回捨ててくんの。いいライト。これはやりに行きます。このギャングもつれえぞ。ウッドネート、いやボンバー優秀か。おいさあ、危ねえ。ちょっとうまかったな。なんかわざと捨てるというかね、レジェイを2周目3周目を狙ってくるのがちょっと怖かったですけども、さあやっぱマサネクスキキンギャングいやなんかどれも強えな。なんかエレジャイもね、やっぱ強いけど、あのぶっ壊れ時代のエレジャイと比べるとね、端前エレジャイでもやっぱタワー残るから、あれもでかかったですね。タワー残るだけでかい。今までだとあれでタワー折れてるですからね、端前エレジャイ一回決められると。そうそう、あれでミリでも残ってるだけででかいですね。そう。いや、マジでこのデッキ、何に負けんだろう。まあ高回転ファイバーが厄介ですかね。やっぱうまい、暇すぎ。ここにギャングないのマジで渋いか。さとはこれやったかな。まあまあ、そうヤザップのババラバルですね、これ。あ、これでヤザップコストそんなある。よし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 、これソウルコールする必要ない気がすんな。ババがワンチャン、うん、いやいい、いやいい、全然いい。ダメージ的には悪くないですね。問題守れるかっすね、この後。いやー、ラバとタイミング被ればめっちゃいいんですけどね。被んなさそうだな。うわー、待ってます。まあ、バルーンぐらいなら来れるか。
いやーこれめっちゃいい攻めっすねさあ、いやーラバルも芝居ていく、まあ、矢座なんでね、どっかが残るのは残るねんな。よし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 、さあ鬼の5連勝7-1ダウです。冗談抜きで強いなこのデッキ。まあごめん、ロイが一生強いんですけどね。結局ロイジャーが弱い時ってないんですよね。ね、スケキンロイだけど今は。それこそ前シーズンとかやっぱ巨ロイだったし、高回転ロイもいたし、まあロイジャーってマジ何でもいいかな、周りが。さあ、キットキットだ。あ、枯渇だ。やべ。普通にウッド使った。おぉ。さあ、これは美味しい。まあ枯渇も結局、ファイオだったら勝てない。けどライトなんで施設を突破できるっすね。お、ザッピー届くかな。届かんかった。おお、でも処理できたのはでかいっすね。いやーこれ打っていい気がすんな。なぜならギャングいるんで、ギャングいるんで強気の。あのプリンが強えな。やば。さあまあプリンがちょい嫌。まあ施設はきっときっとはインフェのイメージがあるな。さあなんかいやらしいっすね攻めが。まあでもこっからは結露して、王の流れが来るはず。これちょっと違ったかな。あーマジでこのギャング許容やばいわ。これそれうまいっすね今の。施設で受けてほしかったっすけどね。それもやってないのか。いやーウッドが強え。やべえ。くそ、これ勝ちたかったかな、さすがに。
さすがに勝ちたかった気がしますね。なんかもうなんか噛み合えば落とすそうな気もしましたが、イーフェマジで勝てえな。イーフェね、ウッド使ったタイミングのナイトギャングの防衛うまかったっすね。マジあの許容されるとちょっと狂いますね。さあウォレスだ、バケモン来た。マジで強いやつっすね。さあ高回転ロイとか使ってるイメージがあるな。遅延スケラとロイとスケラうまいっすね。お、でも両方違う、ロイ悪か。さあ、あーロイっぽいな。この近畿動されても右立ち回りかディガロ系ロイですね。まあロイライトだと思うんで、ザッピーいるから勝ちたい気もするが、うますぎ注意って感じですね。マジさあライト削りくんの、いや結露いっすね。冷静に、ゴーストやだなマジ。いやめっちゃいいライト。まあ、ギャングでもよかったんだけど、ちょっとずっと怖いよ。まあ、この後の2周目ロイが相手強いっす。相手の方が回転早いからね。トリトン使っちゃったしね。来そう。いや、ここはでも、ガン防衛でいいっすね、僕は。みんな怒れちゃった。あーマジライト削りやべえなこれ。あーうまいなあ、耐えてくるなあ。無理に攻めてこないですよね。ちょっと熱いんじゃない？うまっ相手、これやべえか、危ねえ。いやうまい、ちょっと待って待って待って、おい、トリトンがなんか固まってる、あいつ石になってる。おい何やってんだ、好きそう。ウッドライト圏内だろ。オッケーオッケーオッケー、あー危ねえ、
さあ、ウォレスに勝つのさすがにまあ相性がいいか、相性がいい部分もあるがマジで嬉しい本当にめっちゃうまいっすよ。ガチの世界でもトップトップトップのプレイヤーですね。さあというわけで、まあ枯渇に負けたらちょっと悔しいですけども、いやめちゃくちゃ強い可能性しかないですね今季。だってウォレス世界4位の、なんなら87とかレベチですからね。さあということで、この世界のバケモンにも勝てる、まあチャンピオンとかでマザネクでね、まあ育てにくいかもしんないですけど、組めることはぜひやってみてください。よければチャンネル登録お願いします。ではお疲れ様でした。またね。